やっぱり学生の頃夏休みの宿題って面倒くさいですよね。休みって頭も休ませるから休みって書くと思うんだけどな、勉強したら休めないですよなんて思いながらも、いやいや宿題はやるんですけどね。中学1年生の時に担任になった人は新任で若い女性の恵子先生でした。音楽の先生で声変わりしてない僕をソプラノグループに入れた人です。新任だったこともあり、3ヶ月くらいで少し病気がちになり休職することになってしまいました。僕たちの学校が荒れていたわけではありませんよ。学校は先生が休んでいるうちに夏休みに入りました。その宿題の中で担任に英語で手紙を出す宿題がありました。アホな僕は英語で手紙を書き、プリント用紙に住所を書いて担任に送りました。しばらくすると恵子先生からの返事が届きました。英語でね。返事が返ってきてすごく嬉しかったですね。夏休みも終わり宿題を提出しました。数日経つと代理の担任に英語の手紙早く出してねと言われて、僕は初めて宿題だから学校に提出するのかと気がつきましたよ。もう出したし、僕の担任は恵子先生だし。ただこの間違えたことはなんか恥ずかしく、先生や友達にも言えませんでした。結局恵子先生は僕たちが卒業するまで戻ってくることはありませんでした。恵子先生元気でやってるかな。あれから30年と少し経ちました。先日同級生と遊んだ時に、息子の担任が恵子先生だよで教えてくれました。顔も覚えてはいませんが、元気でまだ先生を続けていました。おじさんになったモビロンはちょっと嬉しく思いました。また恵子先生に手紙を出してみようかな。終わり。